はい、こんにちは。15号部のフラシーです。今日はあの滋賀県のね、木和田キャンプ場というところにですね、来ましたけども、今日はあの泊まりではないものですから、ちょっと昼飯を食ってランチツーリングですね、ランチキャンプに来ました。ちょっと昼寝して帰ろうかなと思ってます。ハンモックを張ってみようかなと思います。久しぶりにハンモックですね、ということでやってみます。久しぶりだな、ハンモック張るの。今日はあの結局場所をね、あちこちもうろうろするのがちょっともうめんどくさかったので、キャンプ場まで来てしまいました。ここはあの去年の夏にも一度来て、すごくいいとこでしたね。でしたので、再度やってまいりました。ここはあの管理人のおじさんがいて、あれですよ、あの電話をして、ね、入ってますっていう感じで入りましたよ。まあ、あのもし現場に来て誰もいなければ、携帯電話の番号が、ね、書いてあるので、そこに電話をして、直接も入ってしまうという感じですね。後でお金を、ね、あの集金に来る。確かあのデイキャンプだと500円ぐらいじゃなかったっけな、すごく安かった覚えがありますけど、ね、今日は多分そんなんだと思います。誠実ですけどね。久しぶりだな、このハンモック貼るのもね。昼寝はちょうどいいですね、ハンモックはね。ちょうどあの今日は昼間は20度ぐらいまで上がるっていうね、あの予報になってましたよ。もう4月の陽気ですね。はいはい、こんな簡単なハンモックって本当簡単でいいですね。これ設営3分みたいな感じですからね。久しぶりだからね。あー気持ちいいな。ちょっと風があるんですね。今日昼休み、じゃ昼飯をここであのステーキを焼こうかなと思ってるんですけど、どうかな。いいですね。今日ぐらいの天気だったら寒くもないし、ちょっと風がありますけど、昼ご飯作りましょうか。ということで、ランチタイムね、お楽しみください。と赤飯を炊いてみようかなと思うんですね。何かめでたいことがあったわけではないんですが、まあ春になったので赤飯をということで、初めてね赤飯の元っていうのを買ってみました。こういうのね、こういうのですけどね、こんなんです。こんな買ってみました。これ3号用って書いてあるので、そんなたくさんは炊きませんけど、1号炊いてみたいと思います。どうもね、あのこれはそれはもち米でやると一番美味しいんだけど、もち米でなくてもできるよっていうふうにね書いてました。まあ今年はあのご多分に漏れず、私もかなり花粉症がひどくて、皆さんもいかがですかね。今年はちょっと大変ですね。お米はですね、もう事前に水あの含水させてきたんですね。なので、まあ、夏場はちょっと危ないですけど、まあ、冬場ならいいだろうと思ってやってきたので、これで1号いってみます。はい、そこにどうやらこの説明書によると3合炊きなんで、まあ、これを半分ぐらい入れてやりましょうかね。1合半ってやって、あ確かにここにねいっぱいあります。
のぐらいかな。ちょっと見ますか。こんな感じです。はい。杉の枯れ、枯葉でもいいですね。入れてやって、もう種火がね、これできたので、もうあとはあまり触らなくてもいいと思います。燃えやすいやつをね、入れていけばいいだけですよね。風が強いね。たまらん。うまいですね。いただきます。うまいっすね。最高にうまいっす。ぜひね、次の休みに河原でステーキなんていいと思いますよ。食べてみてくださいね。さて、じゃあ赤飯はそろそろどうでしょうかね。赤飯も行ってみましょうか。よいしょ。おお、炊けてますね。どうですかねこれ。よいしょ。こんな感じです。ちょっと食べてみます。いただきます。赤飯。これね、お赤飯いただきます。美味しいですよこれ。これ普通のお米なんですけど、割ともち米っぽく炊けてますよ。粘り気がある。うん、本当に赤飯ですよこれ。
井村屋が出してるんですね。これ井村屋の赤飯の素買いました。これですね。いやこれは本当に白米だけで炊きましたけど美味しかったです。これはねちょっと癖になるで、実は今日1合だけなのでほとんどとか半分ぐらい残ってるんですね、これまだね。でこれは3合炊き用ということで半分使って、まあ、ちょっと小豆が多めかもしれないですね。でもすごく美味しく炊けてですね、まあ、大満足ですね。今日お肉も美味しかったですけども、まあ、この赤飯が大収穫だったですね。はい、あとは今日はまだお昼過ぎですから昼寝してコーヒー飲んで帰ろうかなと思います。今日お邪魔したのは、滋賀県の木和田キャンプ場ですね。私は今日は昼前11時ぐらいから入ったので午前と午後で多分500円ずつということで1000円なんだと思います。午後だけだったら500円とかでした、多分前回はね。デイキャンプに来て後ろにハンモックをですねかけてちょっとハンモックで昼寝してから帰ろうかなと思ってます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんにね役に立つ情報をお伝えしていきたいなと思います。ソロキャンプのね情報なんかもお伝えしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、以上自由工房フラッシュジーでした。伊藤さん、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。